にちは、レイちゃん。それに、レイちゃん。セリスカ、マスターはフィールドボスをちゃんと撃破できたですよ。よかったわね、レイちゃん。マスターがちょっと…マスターはやるときはやるのです。でもね、砂に覆われた孤島にも同じようにフィールドボスがいるのよね。当然、残影の荒野のフィールドボスよりも高レベルよ。あら、やる気はあるのね。やる気があるのはいいことだと思うわ。そうね。でも、ここのフィールドボスをクリアできたら攻略最前線に追い…それじゃ、SBC フリューゲル解放のアップデートに間に合うよ。マスターのやる気、私も感じましたですよ。砂に覆われた孤島のファイト、あーなのですよ。この前はどうも、シノンのお友達さん。君って初心者なのにアファシスを手に入れたんだって。しかもシノンたちといつも一緒なんだろ。強いプレイヤーと一緒に狩りができれば。どうやってシノンたちに取り入ったんだい。僕なんかステータスの振り分けを失敗して散々だよ。アジリティ型最強とかいうデマを信じた僕がバカなんだろうけどさ。ステータスなら振り分けが可能です。方法はですね、そのくらい知ってるさ。でもステータスを振り直したら、どんなに狩りに行ってもろくな武器がドロップしないし、そのせいで今度こそ完璧にやり直すはずだったのに。冷たいなあ。あ、シノンから何か聞いたかい。いや、シノンは自分から話すタイプじゃないな。そうだ本当に君は何も知らないんだね。善人面して人の大事なものを勝手に奪おうとする。君たちもあまりシノンには慣れ慣れしく近づくな。彼女はすごいんだ。強くてクールで、彼女は特別な存在なんだ。無事に到着したな。くれ、行くわよ。これなら、じゃあ、やろう。使うわよ。キリタ、なんでしょう。そうだな。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。はーい、やるわね。クレハ、嬉しいよ。契約中、今のうちにお願い。エネミーだ。手を貸してくれ。やるな。手を貸してくれ。弱ってるわよ。ああ、契約中、今のうちにお願い。やるわね。クレハ、嬉しいよ。弱ってるわよ。今がチャンス。フェイトを散らしてくれ。いいじゃない。行くわよ。これでどうだ。発見、手を貸してくれ。動きが鈍い。行くぞ。まだまだ。すごいな。フェイトを散らしてくれ。契約中、今のうちにお願い。ナイスプレー。最高です。弱ってるわよ。今がチャンス。グッジョ
嬉しいのです。
発見。入った。手を貸してくれ。まだまだ。いいじゃない。手を貸してくれ。弱ってるわよ。たくさん。素晴らしいです。すごいのです。なかなかいいアイテムね。おめでとう。目的地に到着しました。発見。スナイパー注意。手を貸してくれ。弱ってるよ。今がチャンス。やるな。スナイパーに注意して、フェイトを散らしてくれ。倒した。最高です。やった。それじゃあボクスよ。アファス、オンに切る。入った。まだまだ。最高です。弱ってるわよ。今がチャンス。やるわね。クレハ、ありがとう。いいじゃない。エアアイテムか。ついてるね。やったわ。ナイスプレー。投げるぞ。弱ってる。今がチャンス。最高です。まだまだ。スナイパー注意。倒した。アファス、オンに切る。すごいじゃない。ありがとうです。すごいな。グッジョブ。キリト。嬉しいよ。スナイパー注意。フェイトを散らしてくれ。はっ。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。やるな。弱ってるわよ。今がチャンス。グリ。アファス、オンに切る。フェイトを散らしてくれ。クリス、手を貸してくれ。スナイパーに注意して。アファス、オンに切る。すごいじゃない。素晴らしいです。アファス、ああ、フェイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。やった。素晴らしいです。アファス、嬉しいよ。アファス、オンに切る。やるわね。嬉しいのです。ゲイトの封鎖を取る。フェイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。倒した。フェイトを散らしてくれ。まだまだ。応援してますよ。アファス、オンに切る。アファス、オンに切る。手を貸してくれ。やった。最高です。アファス、ありがとう。いいじゃない。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。今がチャンス。あい
いなさい。手を貸してくれ。フェイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。フェイトを散らしてくれ。お疲れ様。わーい、エネミーだ。手を貸してくれ。フェイトを散らしてくれ。スナイパーだ。各種警戒。アファス、オンに切る。アファシス、オンに切る。応援してますよ。しなくては。姉ちゃん、投げが上がるわ。食いつける。すごいすごい。ナイスプレー。任せてよ。弱ってるよ。今のチャンス。入った。サプレッションです。手を貸してくれ。手を貸してくれ。アファシス、オンに切る。すごいのです。わーい、わーい。最高です。わーい。使うわよ。エネミーだ。フェイトを散らしてくれ。手を貸してくれ。ネームだ。やれそうか。アファシス、オンに切る。やるわよ。弱ってるわよ。今がチャンス。スナイパーだ。各種警戒。ダウン。今だ。すごいので。弱ってるわよ。今がチャンス。投げるぞ。フェイトを散らしてくれ。いいじゃない。アファシス、オンに切る。やるわね。ありがとうです。なかなかいいアイテムね。おめでとう。アファシス、やられたか。頑張れよ。今がチャンス。ナイス。ありがとう。フェイトを散らしてくれ。きついな。やるわね。あ、ナイスプレー。よし。まだまだ。使うぞ。アファシス、オンに切る。スナイパーよ、注意して。フェイトを散らしてくれ。やった。いいじゃない。やるな。アファシス、オンに切る。わーい、わーい。アファシス、オンに切る。
るな。手を貸してくれ。ダウンしたわ。終わらせるわよ。フェイントを散らしてくれ。倒した。当てる。えい。はっ。掴むぞ。フェイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。うん、終わりだ。余裕。エネミーだ。えい。見つけた。エネミー発見です。フェイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。やるわね。嬉しいのです。いいじゃない。すごいな。弱ってるわよ。行きます。グッチャ。アファス、オンに切る。嬉しいよ。弱ってるわよ。今がチャンス。エネミーだ。やっ、トレジャーボックスがあるぜ。グッチャン。出れるのです。素晴らしいです。ありがとう。ナイスプレー。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。アファス、ありがとう。お疲れ様。強そうだ。気をつけよう。弱ってるわよ。今がチャンス。わーい。わーい。フェイトを散らしてくれ。弱ってるわよ。今がチャンス。最高です。素晴らしいです。任せてよ。弱ってるわよ。今がチャンス。
フェイトを散らしてくれ。やるわね。嬉しいのです。手を貸してくれ。いいじゃない。フェイトを散らしてくれ。すごいすごい。食いつける。弱ってるわよ。ナイスプレー。あ、食いつける。
弱ってるわよ。今来た。手を貸してくれ。弱ってるわよ。
発見。手を貸してくれ。アファス、追い切る。倒した。フェイトを散らしてくれ。遅かったか。フェイトを散らしてくれ。アイテムですね。やったー、ナナです。手を貸してくれ。任せて。アファス、オンに切る。グッジョブ。キリト。ああ。
アバシス、オンに切る。わーい手を貸してくれ。ナイスプレー。ありがとうです。発見。スナイパー、注意して。弱ってるわよ。今がチャンス。手を貸してくれ。フェイトを散らしてくれ。すごいな。弱ってるわよ。今がチャンス。終わりだ。手伝ってくれ。逃げだ。
アバス、オンに切る。グッチャン、キリト、ありがとう。弱せろよ、今がチャンス。お疲れ様。嬉しいよ、アファシス、オンに切る。やるわね。トレジャーボックスがあるぜ。終わりだ。レアものか、よかったな。これでどうだ。行くわよ。そうだな。はっ、やっ、食べちゃう。ヘイトを散らしてくれ。回復します。アファス、オンに切る。ヘイトを散らしてくれ。ヘイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。すごいな。お疲れ様。ヘムドエネミーだ。倒せるかな。警戒を。手を貸してくれ。弱せろよ、今がチャンス。投げるぞ。弱せろよ、今がチャンス。ナイスプレイ。アファス、オンに切る。グッジョブ。嬉しいのです。ナイスプレイ。ヘイトを散らしてくれ。開花する。ナイスプレー。キリトさん、任せて。ヘイトを散らしてくれ。投げるぞ。弱せろよ、今がチャンス。弱せろよ、今がチャンス。アファシス、オンに切る。ヘイトを散らしてくれ。アファス、オンに切る。投
投げるぞ。行くぞ。手を貸してくれ。はっ、はっ、やっ、はっ、手を貸してくれ。はっ、フェイトを散らしてくれ。グレネード行くわ。投げるわ。応援してます。はっ、アファシス、オンに切る。弱ってるわ。今のチャンス。弱ってるわ。今のチャンス。アファス、オンに切る。すごいじゃない。アファシス、オンに切る。
相手にならないナイスプレー。ありがとうです。手を貸してくれ。フェイトを散らしてくれ。アファス、飛んで切る。やるな。お疲れ様。そうだな。
くれ。スカウト、目的地に到着しました。使うわよ。デトロだ。行こうか。よし、レベルアップ。まだまだ強くなるわよ。レベルアップです。レベルアップだ。マスター、パーツがまだ足りないのです。このそうは言っても手がかりが全くないのよね。どうした？きっとどこかのフィールドに落ちています。今から探しに行きましょう。とは言ってもね。どうする？アルゴさんならベースステーションの近くにいるはずよね。早速行きましょう。レイちゃん、どうしたの？私、気づいてしまったので。それはそうだよ。プレイヤーの性格がみんな同じなんてありえ。レイちゃんみたいなナビ用の NPC にもいろいろな性格があるでしょ。私もいろいろな性格になってみたいのです。いろいろな性格？いやいや、基本的かということはもう レイちゃんは今の自分の性格、そういうわけじゃないのです。ただそれってつまり、そうなのです。でも変えようと思って変えられるもんでもないしね。どうした？あ、そうだ、まずは言葉遣いを変えてみればいい。言葉遣い？ええ、言葉遣いにはその人の性格が現れるものだから。特徴的な言葉遣いを真似ればその人の性格を少し、分かるような分からないような。論より証拠よ。ちょっとやってみましょう。だから俺はよ、その時言ったわけよ。てめえどこに目をつけてんだってな。それでどうしたんだ？相手はビビっちまったのか？あったぼうよ。腰抜かしながら逃げ去っていきやがったぜ。そいつは面白いや。スカッとする話じゃねえって。レイちゃん上手。確かにすげえな。俺の口調を見事に。褒めるな褒めるな。俺にかかればこんなのお茶の子さいさいよ。でもね、所詮は GGO も遊びなのよ。そうね。ただ実際にはそういったシステムアシストがないと、素人が相手に弾を当てるなんてしな。確かにその辺のバランスって難しいわよね。リアリティの追求とエンターテインメントとしての気持ちよさをどこまで優先す、難しい問題だけど、考え始めてみるとなかなか興味。なんだかレイちゃん、シノンの真似すると賢く見えるよ。見えるってどういう意味なのですか？私は最初から戻っちゃった。拙者アファシスと申す者。この銃と廃墟の世界にて冒険者たちを助力する役目を仰せつかっておりまする。おのおの方も御用が終わりのようでしたら、何なりと拙者にお申し付けくだされ。それは誰かな？先ほどお会いした冒険者の言葉遣いを真似ておりまする。そのご人、時代劇とやらがお好きのようでございました。侍言葉っていうのかな。何にせよすごい再現度だね。にゃんにゃん、アファシス、もう眠たいにゃん。
ダメだよ、レイちゃん。今日はまだ別のダンジョンに行く予定なんだから。アファシスはとっても気まぐれなんだにゃー。餌をくれないと。確かに猫って気まぐれだよね。そろそろ一度元のレイちゃんに戻ってもらった方が。そいつはどうかな。俺様の右腕の豪華が魂を貫き通せと囁いている。え、いきなり中二病に。ばあさんや、少しは年寄りをいたわる気持ち。今度はおじいさん。やだ、僕もお家に帰ってアニメ見るの。次は幼児に。ちょっとレイちゃん落ち着いて。やだやだ。なんとか戻れたのです。ええ、一時はどうなることかと思ったね。対話して覚えた口調がどんどん出てきて止まらなくなってしまった。私もびっくりしたのです。この訓練はちょっと刺激的すぎたのかもね。でも楽しかったのです。いろいろな性格が分かった気がするのです。そっか、それは良かったね。やったじゃないか。二人とも優勝おめでとう。キリとアスナ、ありがとうなのです。いやいや、この結果は二人の成果だよ。うん、決勝戦の二人のコンビネーション、これまで。ああ、モニターから見てたけど本当に息がぴったりだ。お互いに心の底から信頼し合ってなきゃ到底できないような動きばかりだった。はい、私なんとなく分かったのです。お互いを思いやるのは当然、でも優しくするだけじゃダメなんだ。目的のために背中を預ける、時には危険なことを相手に強いてしまうことがあったとしても協力し合えば乗り越えられるって信じることが絆なのですね。ああ、そうだと思う。アファシスたちにはもともとマスターとアファシスの関係ってものが、パートナーとしての絆だってそれと同じくらい二人にとって大事なものじゃないかって思うよ。マスターとレイちゃんは絆で結ばれた親友同士でもあるってことね。ですがマスター、それでもよろしいのでしょうか。ありがとうございますマスター。これで二人の絆が深まってくれて嬉しい反面。強敵を作り出しちゃったね。でもそう言いながらキリト君嬉しそうだよ。そういうアスナこそ笑ってるじゃないか。もし次があったとしてもマスターと私の絆が連続優勝を飾っちゃいますよ。マスター、クラインがいるのです。今日も素敵ですね。その髪型すごくお似合いです。いらっしゃいませ。ご用件をどうぞ。用件なんて大げさなものじゃねえです。ただ連絡先を教えてくだ。申し訳ございません、ご要望にはお答えできません。クラインはまた大人なコミュニケーション中なのでしょうか。言われてみれば確かにそうですね。クライン、早速質問してみましょう。こんにちは、クライン。ん？なんだ、アファシスじゃねえか。こんなところで道にでも迷った。マスターがいるから大丈夫なのです。さっきの大人なコミュニケーションってどの辺？どこら辺だ？それはな、あの人の釣れない態度の奥にある。本当の思い、昨日は届かなかったかもしれねえ。だが今日は届くかもしれねえ。プレイヤーと AI なんてちっぽけな枠には収まらねえ。
本当の関係を求めてるのさ。俺にとっちゃそれがアファシスとの理想の関係ってやつなんだ。なんてな。さ、わかったら戻った戻った。俺はあの人から連絡。マスター、クラインはすごいのですね。マスターとの理想の関係なんて私を決めました。私もマスターと理想の関係になり、考えてみたら私とマスターは出会ってからずっと同じ。進歩しないなんて、学習する AI としてあるまじき。私頑張りますので。